マウント・ホイットニーは、アメリカ海軍第6艦隊の機関。ブルーリッジ級揚陸式機関の2番艦。以前は、第2艦隊の機関であった。艦名は、カリフォルニア州シエラ・ネバダ山脈のホイットニー山に、ちなむ。略称は、MTW。マウント・ホイットニーは、AGC-20 として分類されたが、1969年1月1日に、 LCC-22 再分類された。ニューポートニューズ造船所で建造され、1969年1月6日に浸水した。同館は乗組員の90日間分の食料を搭載し、3000人が緊急避難可能な物資供給支援を行うことができる。また、同館の上流施設は1日あたり400立方メートルの真水を作り出すことができる。 同艦はアメリカ海軍初の女性兵士登場に対応した艦である。マウントホイットニーは最も高度な C4I 設備を搭載した艦であり、ジョイントタスクフォース下のすべての部隊を指揮する能力を保有する。マウントホイットニーは HF、UHF、VHF、UH、SHF 及び EHF 隊の無線更新を行うことができ、大量のデータを安全に送受信することができる。 これによって、ジョイントインテリジェンスセンター及び、ジョイントオペレーションセンターとして、適時な作戦支援を行うことができる。1994年に、ハイチでのアップホールドデモクラシー作戦に参加した。1999年には、ラサールの公認として、地中海に展開し、第6艦隊機関に就任した。2002年11月12日に、マウントホイットニーは、 エンデューリングフリーダム作戦の指揮官として作戦参加した。配備中に、同艦は、ジョン・カイ・サットラー中将指揮下ノースカロライナ州のキャンプル・ジューンを基地とする第2海兵士団と海兵遠征軍を登場させた。2005年2月25日に、ラサールと交代して、第6艦隊機関となった。ラサールは、同年5月に退役した。2008年8月20日、 国務省のウッド副報道官代理は、南オセチア紛争で被害を受けたクルジアへの人道復興支援のため、第6艦隊機関、マウントホイットニーをはじめ、同艦隊所属のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦、マクファール及び沿岸警備隊のハミルトン級カッター、ダラスの3隻に人道支援物資を積載した上で、国会に派遣することを発表した。2011年3月、 国連アンポリ決議1973で定められたリビア飛行禁止空域を実行するためオデッセイの夜明け作戦参加部隊の機関を務めた。ありがとうございます。